こんにちは、美容師の山崎ゆいです。今回は最近よく見るクリップなんですけど、ヘアに対してのアレンジとその他にも使える使い方、今回はこちらの方を使ってヘアアレンジ紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。私今これも仕上がった状態からスタートなんですけど、土台巻いてなくても大丈夫なアレンジになってます。まずだいたい一旦ガッサリ集めていきます。持っていただいたらこの遅れ毛ですね、ここの隙間が空くと可愛くないので、ここ隙間開かないぐらいは残してあげた方が可愛いかなと思います。このもみあげの毛あるとないで全然雰囲気が変わってくるので、お顔周りの遅れ毛とこのもみあげの毛をしっかり出していきます。でここ取っていただいたらもうここはガッサリ全部集めちゃって大丈夫です。大事なのはこのトップの部分で、ここしっかりわさわさってこすって集めてあげないと、なんかよく縦線出たりとかしちゃうと思うんですけど、その割れがあるとないで全然仕上がり変わってくるので、ここはしっかりわさわさとこすりながら集めていきます。でクリップですね、これどこでも売っててめちゃめちゃ可愛いのと、掴む力がすごいしっかりしてるんで、多毛で悩んでる方とかにもおすすめできます。ぐるぐるっと集めていただいたら、これで束を掴んでいただいたら人差し指に巻きつけます。ぐるーんぐるーん、結構ねじねじで大丈夫です。で巻きつけていただいたら頭にそれをそのまま沿わせていただいて、左手でここを押さえます。で毛先を丸め込む感じですね。こういう感じです。クリップの出番ですね。ガバッと開いていただいて、だいたいこの毛をもう全て挟むようにギュッと。結構クリップが浅くできてるやつですと、これで挟んだ時に毛が逃げてしまうので、しっかり掴んでくれるやつ選ぶのがおすすめです。全然これでおしまいでもいいですし、もうちょっとなんかラフにしたいなっていう方とかは、若干この耳の横ら辺とかを少しだけ引き出していきます。この引き出しのポイントなんですけど、あんまり細かくジョンジョンジョンってやりすぎるとなんか疲れてる人みたいになっちゃうので、出し方的には結構大まかにですね、大きく大きくふわーっと隙間を出して取っていきます。で前入っていきます。絹状のコードレスなんですけど、めっちゃちっちゃいんですよ。このコードレスだと結構バッグの中まで入ってくれるので、こういうのやっぱ1個持っておくとめちゃめちゃ便利かなと思います。このコードレスのアイロンを今日は使って、顔周りだけだと本当このちっちゃいサイズでもしっかり熱取ってくれるので作っていきたいと思います。指で引っ張りながら上からキュンとストレート通してあげてください。少しだけ内に入れてあげて、熱があるうちに温めるイメージですね。小顔とか顔締めたいっていうのがメインの方は、あんまり外に入れすぎると顔がでかく見えてしまうので、なるべく内へ内へ入れていきます。横毛通していただきましたら、さっきのもみあげの毛ですね、おすすめとしましては、先に毛先からキューッと自分の方に、こういう感じで丸めていただいたら、この上を今度は内側にキューッと入れます。そうするとこういうウェーブが出来上がります。コテでやっても全然いいんですけど、コテでやると結構顔周り近くなるので、やけどだけ気をつけてください。イメージ的には円角みたいな感じでやっていただくと綺麗に入ってきます。前髪はこの黒目と黒目の間ですね、だいたいこのぐらいで取っていただいて、櫛で溶かしていただくと綺麗に入るので、通してあげてからアイロン通してあげると、めっちゃ早くないですか。これだけでゴールです。もし手元にオイル、まあ、出先だとなかなかないと思うんですけど、お家とかでやるときとか、もし手元にオイルがある際はちょっとでいいんですけど出していただいて、この際今作ったもみあげでしたりとか、お顔周りですね、結構これがつくだけでも締まり具合全然変わるので、つけていただいて、前髪も残ったのちょっとでいいので余ったのを毛先につけていきます。シースルー薄いの最近よく見るじゃないですか。シースルー感しっかり出したい時とかは3分の1ではなくて、もうちょっと上からつけてあげると、この束が細めに作れてくれるので、結構自分の薄さに合わせてオイルつける位置変えてあげるのも結構おすすめです。こんな感じですね。
ということでいかがだったでしょうか。今回大事なのは、後ろはもうすごい簡単なので、アイロン等でこの細かい顔周りですね、ちょっと整えてあげると雰囲気も全然変わるので、やっていただくのがおすすめです。今回はスタイリスト山崎優が解説させていただきました。こちらに私のインスタのアカウントが出ているので、よかったらフォローしていただけるとすごい嬉しいです。またこのキヌジョチャンネルではこんな感じでヘアケア、ヘアアレンジなど髪に関するハウツーをご紹介しているので、ぜひぜひチャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。その他にもキヌジョの公式 SNS 出ていると思いますので、こちらもぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画もお楽しみに。バイバイ。